はいそれでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。1日1冊読書家のマルスです。このチャンネルでは私が1日1冊本の紹介、レビューを行っています。で、普段はビジネス書についてご紹介をすることが多いです。で、その他のジャンルについてはチャンネルページに再生リストが作ってありますので、よろしければそちらからご覧ください。またこの動画の説明欄にもリンクが貼ってあります。で、今日ご紹介する本はこちらのパワーポイント資料作成プロフェッショナルの大原則というタイトルの本になります。 でこの本はですね、まあ、タイトルにある通おり、まあ、パワーポイントの資料の作成にまああの限定をして、えー、まあその外資系のコンサルで働いたこの著者がですね、えー、まあどのようにしてそのパワーポイント資料を作るかというところのまあ大原則をご紹介するという内容になっているんですけれども実はですね、えっと、非常に分厚い本で。 えとまあ、厚みでいうと多分3 c m 3センチぐらいあるんですけど500ページ以上の内容になっていますでちょっと私はいつものごとくアマゾンであの見つけて一瞬でもいいなと思った本はもう全部買うことにしてるんですけど、えー、とそんな感じで買ったんですけどちょっとここまで分厚い本だと思ってなくて、まあ、最初はちょっとびっくりをしました。 でな,えー、となぜこんなに500ページ以上あるかというと,です、ねえー、とそもそもあの一般的にそのパワーポイント資料作成の本というのは2種類あると思います。で1つはそのパワーポイントの、えーまあ、テクニックですね例えば、えー、とショートカットキーはこういうものがありますよとか、えー、とここのバーの部分にはこういうものを表示しておくと便利ですよとかワードと Excel の連携としてこういう機能がありますよとか、まあ、そういった内容の、えーまあ、テクニカルな部分で2つ目はそ,の、まあ、そもそもパワーポイントを作る意味って何ですかとか えーまあ、誰に対して説明をしているのかをはっきりしましょうねとか、えー、と事前の根回しとか、えー、聴衆の理解について、えー、まあ重要なんでそこを押さえましょうとか、まあ、そういう内容の本、まあ、この2種類に分かれるかと思うんですけれども、えー、とこの本はですねそれを両方含んでいるというタイプの本だったなという印象でした。で,、えーでまあ、やっぱりあのユニークだなと思ったのはどちらかというと後者で、えー、とやっぱりそ,のそもそもですねパワーポイントをまあ資料として作って えー、いる意味っていうのは何なのかというところから、えー、入ってまして、まあ、非常にコンサルの方が書いてる本らしいなと思ったんですけれども、まあ、あの一番最初に書いてある、まあ、本書の特徴というところで、まあ、人を動かす一人歩きする資料を早く作ることを実現する資料作りのために、えー、この本が書かれているというふうに書いてあります。でえーとまあ、その ステップとして12個のステップがあるというふうに書かれてるんですけども、まあ、大きく分けると8個のステップに分かれていてそのうち前半4ステップが下準備で後半の4 ステップがまあパワーポイントでの資料作りといいう風になっていますやっぱりそのコンサルらしいなと思うのは、えー、パワーポイントの作成の本という風うにまあ書いておきながらやっぱり前半の4ステップはパワーポイントの作成自体ではないところに書いているとこれ非常に重要なことだと思ってるんですけども、えー、まあ作業環境を整えることや目的を設定することそしてストーリーを作成することで情報収集をするとこの4つを下準備として置いてるんですけども、まあ、この辺非常に大事だと思います。特にストーリーリの作成とか情報収集 とか間違うと,です、ねえーとまあ、効率的な資料作成ができなかったりとか、まあ、的を得ない資料になってしまうので重要だと思います。 例えば情報収集のところなんかでも印象的だったのは、えー、と情報収集っていうのは大事なんだけれども時間をかけすぎると無限に時間がかかってしまうので、えー、何分かけて情報収集するか決めましょうとかですね、まあ、そんな細かいところまでも、えー、非常にあの的確なアドバイスがなされてる印象でしたで後半のパワーポイントの資料作りというところは骨子、まあ、を作成するというところから、まあ、箇条書きがいいのか図で示す,がいい示すのがいいのかグラフで示すのがいいのかっていうところの,、まあ、あの場合分けであったりとか、えー、流れの整理そして 最後資料配布プレゼントというところまで、えー、まあ、非常に網羅的にカバーしている印象でした。で、まあ、細かいところはですね、えっとちょっとあの内容が多いのでまあ、ご紹介をしないんですけども、まあ、ガイドとしてはそういう点になっていて、で自分自身もたくさんドックイヤーをつけて、えー、あの勉強させてもらいました。 であのやっぱりこういうものはですね日々気をつけていないとなかなか改善していきませんなので、まあ、あの会社で誰かのプレゼンを見た時にああこのプレゼンいいなと思ったら私はそれをあのコピーをしてあの自分のプレゼンに取り入れるようにしてるんですけれども例えば、えー、ページが振ってあるとか、えー、文章の頭が揃っているとか 色に、えーまあ、統一感があるとかですね、まあ、そういった基本的なところでもやっぱりそのパワーポイントを見ている側からするとだいたい見てる側というのは力を入れて見てませんから説明してる方はすごく一生懸命やってますけどもぼーっと見てるとですね非常にこう分かりにくいとか、えー、っていう事例はあると思うんですよねでそういったところをまあ少しずつ改善していくのにやこういうその基本の基本みたいな本が一冊あるとあの参考になるんじゃないかなというふうにまあ改めて思いました。でまあ、私はです、ね、幸いにしてそのショーートトカットキーであったり とかバーの使いこなしであったりとか、えー、まあその頭を揃えるヘッダーとかフッターとかページ数とかですねその辺は結構あのこれまでに気をつけていてあのできるようにしてきてるつもりなんですけどもえっとまあ、やっぱりそういうところからそもそもあのまあ、勉強したいなという人とかあとグラフの軸を揃えるとか色を揃えるとか、まあ、その辺ってなんか変な話上司からまあ,あの気の利く上司だったら多分指導してくれるんだけど。 あの上司自体ができてない場合って多分指導入らないんですよね。 まあそういうような環境にいらっしゃる方は読んでみるとですねあの非常に網羅的に、まあ、先生みたいなこの本が先生みたいになる形であの仕事の進め方とかプレゼンの進め方、えー、まあ考え方についてまあ多くを学べるんじゃないかなというような印象でした。あの分厚いんでなかなか読み応えがあるんですけれども一、まあ、日で読むというよりはまあ会社に置いといたり、まあ、自宅に置いておいてなんかこう振り返って見てみた時にあこれ知らなかったなとかあこれ忘れてたみたいなことを学ぶのにいいんじゃないかなというふうに思いました。 はい少し長くなってますけれども今日は以上です、えー、もしよろしければチャンネル登録とグッドボタンの方もぜひよろしくお願いします、えー、それでは失礼します